今回は、マルイのエアソフトガン、ワルサー MPL、自動愛嬌システム、ガス銃の、動作をチェックしてみる動画です。ミニボンベにガスを入れて、グリップ内に装填して、BB 弾発射とともに、プラカートを、廃墟するっていう、お手軽カートリッジシャワーが、楽しめちゃうトイガンです。ガスをセットすると、エジェクター付きのピストンが、前進して、即コッキング状態です。この個体はかなり調子が、良くて、キレのあるピストン前進音が、聞こえました。エキストラクターが前進していますね。内部構造は MP5 とほぼ共通で、分解調整した動画があるので、興味があれば眺めてみてくださいね。では、早速廃墟動作をチェックしていきましょう。フルオートだと、ガス圧が下がってしまいますが、それでも調子は良いですね。せっかくなので、手持ちの2丁で、BB 弾も発射してみましょう。MPL と MP5、セミ、フルで少しずつ試し撃ちです。いかがでしたか？カートリッジシャワーと BB 弾発射、それぞれ別々でも同時にでも、確実に動作してくれますね。コッキングハンドルがなんちゃってだったり、エジェクションポートが微妙だったり、リアルさと引き換えになっている部分もありますが、手軽さと欲張り機能の両立は立派に、果たされていますよね。当時は1万円を切る良心価格だったのですが、今手に入れるとなると、場合によっては2万円弱となることもあって、弾数の少なさが寂しいですね。最後までご視聴、ありがとうございます。以上、おしまいです。